被告人は質問に正直に答えるように、まるで生まれたての赤ん坊のように汚れないピュアなハートでな。今お前の心に固く大きな錠前がかかっているが、その鍵を開けるのは誰だ？俺さ。被告人は名前を。市松です。どうせ未来なんてろくなもんじゃ。なんということだ。まっすぐに生きろという意味を込めて両親が市松を名付けてくれたのに、君はひねくれまくって卑屈になってしまった。しかし恥じることはない。どうせ俺なんてひねくれまくっているっつん、さっさと死刑にしろっつん。ちょっと性格が卑屈なくらいでそんなに卑屈になることはない。汚い花でも花は花だ。どんな汚い花でも自分を汚いとは思わず精一杯咲いている。君も汚い花のように頑張ってみたらいいんじゃないかな。卑屈でもいいんだ。そう、君は汚い花だ。おめでとう、汚い花。殺す。弁護じゃなくてバカにしてんだろお前。裁判長、今のは殺人予告です。被告に死刑を求刑します。お前俺の弁護士だろ、なんで死刑求刑してんの。いや、ついリズムに乗って。ついじゃねえよ、何のリズムだよ。生活のリズム。ざげんな。バイオリズム。ああもういいから、俺の弁護なんてしなくていいから。どうせ俺なんて死刑がぴったり似合う男だよ。その卑屈からの卒業か。いってえな、いきなりビンタするんじゃ。バカやってるだ。バカやってるだ。バカやってるだ。痛いのはお前じゃない。は？俺の手でもない。は？君をビンタしている俺の心が痛い痛いって泣いている。本当はビンタなんてしたくないのにって泣いている。実は手も痛いけどそれは気にしない。泣きたいな、こっちだ。本当はビンタなんてしたくないのに。お前喜んでるんだろ。泣け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 。なんか変なの混ざってんぞ。泣いていいんだ、我慢しないで素直に泣けばいいんだ。俺の心も泣いている、一緒に泣こう。俺の心とお前が一つになって泣こう、共に泣こうって言って。だから何言ってんだよ、わけのわからねえことばかり。真心。何言ってんだお前。俺の手は真心を求めている。はこの手は未だに真心に触れたことがないのさ。つまり女子と手を繋いだこともないってことか。真心とはどんな手触りなんだろうな。きっとクリスタルのように滑らかで清らかで、それでいて弾力がありもちもちでプリプリしていて。食レポ？裁判長、急に話を戻すなよ。被告人市松に質問したいと思います。正直に答えるように、自分の心の声に耳を傾けるように。お前は、お前は真心に触れたことがあるのか。は？つまり女子と手をつないだことがあるのかということだ。被告人、その態度は何だ。ねえよ。ああ、聞こえない、大きな声で。ねえって言ってんだよ。何がだ。女子と手をつないだことなんてねえよ、バカ。だからなんでビンタ。泣いていいんだ、女子と手をつないだことがないなんて。お前もだろう。だから共に泣こう。俺の大好きなあの女子校を舞台とした教師と生徒の禁断の愛を描いたドラマのように、ただ二人で泣こう。嫌だね。卑屈だなお前は、素直になれよ。いや、そういう問題じゃなくて。何泣いてんだよ。だがほらほら、ハンカチ涙拭けよ。卑屈だけど優しいなお前。サンキュー、洗って返すぜ。返さなくていい。裁判長、ハンカチは賄賂になりますか。ならない。じゃあハンカチもらいます。お前は卑屈だし汚い花だが、そこ繰り返さなくてもよくね。心は温かい、優しい部分があるようだ。つまり真心。俺に真心？そう、
心の奥底に光る真心が俺には見えるぜ。そして俺は真心の化身と言っても過言ではない。過言だろ。つまり真心と真心がここに存在する。まるで宇宙の奇跡。出会ったことが運命だったのさ、デスティニー。でさ、手をつなごう。なんで？お前は真心に触れたことがない。俺も真心に触れたことがない。そして互いの前に今真心が存在している。だとすると触れるのが宿命というものではないだろうか。いや、断じてそうだ。さあ手を、はい、だから嫌だって。遠慮しなくてもいい。遠慮じゃねえって。だったらまるでウブなガールのように照れているのかい？少し怖い。初めての体験。もしかして震えているのかな。生まれたての子犬のように。それとも朝露に濡れるつぼみのように。緊張しなくていいんだ。さあ、君の真心はどのような手触りなのかな。ほら、俺の手が今君の真心に、大切な部分に、誰にも触らせたことのない奥底に、お前のラブウェイに届く。あ、だからやめろっつってんだろ。その手をそれ以上近づけたら殺す。裁判長、今のは殺人予告です。被告に死刑を求刑します。だから弁護士ならちゃんと弁護しろよ。